どうもタムヤンです。社長です。さあ今回は桃太郎電鉄桃鉄初代をプレイしてみたいと思います。単発実況下関100万円からスタート。さあやっていきましょう。桃鉄シリーズのね、元祖初代桃鉄、残り3。どうしたらいいのかな、これ。下関でしょ、フェリーで行った方がいいのか。フェリーで行こうか。上野に到着。プラットフォームにチューリップの花壇を作ってイメージアップ、マイナス50万。さあ今回は単発実況なので、5年間でプレイしてみたいと思います。このね、初代桃鉄システムはね、結構もうねシリーズの形になってるんですけど、初代はねカードとかがないんですよね。さあレトロな桃鉄をご堪能あれ。え？下関目的地なのに。あ、そうか。このゲーム、ちょっと待ってね。地域データ。タブヤン社長は下関、犬山社長は熊本、猿川社長は稚内ということで、初代は、目的地が3人とも違うんですよね。なるほどな。でも北海道までしっかりあるんですね、初代からね。ということでフェリーに乗る、はい、長崎。そして、それぞれの場所での、あ、ゴーミステリートレインがゴージャスプラス1000万。やったぜ、いきなり1000万。このそれぞれの場所でスゴロクを移動した後もう一度振ってプラス2000万。1年目秋、一番貧乏な犬山社長、襟物の土産物をただで手に入れた犬山が。嘘。今回対戦するのは犬山と猿川。あ、千葉ね。まあシステムのね、一番の特徴である鉄道でお買い物っていうのは同じ。あ、稚内までヘリコプターゴール？すげえ。プラス5000万、猿川。秋田に決定、鉄道買う。あ、旅館買う、温泉買う。すげえ。さあどんどん行こう。線路が凍ってしまってマイナス1200万。お金がない。無一文。1年目冬、持ち金ゼロになりました。まあ100万円からスタートだからね、気にしないでよこう。ちなみにこの犬山と猿川ね、おっと1年目決算、私の総資産50万、犬山280万、そして猿川が稚内にゴールして一気にレジャーグループゲットしてるみたいですね。犬川がね、猿川がコンピューター4段階の強さなんですけど、一番強いやつ。そして犬山が2番目に強いやつです。さあ残り4年で逆転できるんでしょうか。やっていこう。もうすぐ到着だ。駅弁がテレビで紹介プラス50万。地味だ。2年目も地味だ。やっぱ1回ゴールしないとね。犬山遅ればせながらフェリーに乗るか。いやでもこれ春夏秋冬でしょ、フェリーに乗りすぎでしょ。なんでフェリー乗る、
長崎行くのに1年かかるんだ。1年やったらもう世界一周ぐらいできるんじゃないの。さあやっと到着、長崎駅に到着。お金買えないな。200万トス。物件、路面電車10億、ホテル1億。いやー、佐久間明さんが取材したんでしょうかね。なぜ長崎にお色気美女がいるのか。買わない。あ、駅でもなんかスゴロク振るんだ。乗客が増えた、プラス300万。 OK。 これ鉄道を購入するとあれかな、売却しなくてもいい感じになるのかな、違うのかな。鉄道会社だからね、基本ね。だから初代は鉄道の購入っていうのがあったんだね。シリーズではもうなくなっちゃってるけどね。さあ下関まで。博多に到着。あ、鉄道買える。 OK、 これ買おう。鳥栖までの鉄道、それから大分までの鉄道も買っちゃうかな。持ち金ゼロです。さあどうなる。あ、特急に乗り換えた方がいい。いやもう1出たらゴールだね。1、3も出ちゃった。どうするよこれ。あ、そうなんだ。3500万。初代はオーバーしてもいいんだ。次の目的地福島、遠い東北。鉄道鳥取と広島買っちゃいましょう。さあこの物件の選び方で勝負が決まるかもね。スーパー2000万、フグ料理屋800万。フグ料理屋買っちゃうか。スーパーも買っちゃえ。もう OK。 これ借金したらフグ料理屋売らないといけなくなっちゃうからね。ラーメン屋、資産が増えた。さあ猿川秋田目指してるんだよね。あ、函館でお買い物か。あ、買わない。函館の夜景が見える鉄道買わないのか。好成績、わかんない、臨時収入2500万。すげえな。福島どうやって行こう。やっぱフェリーだよね。各地の駅の屋根を増築。最悪、マイナス3000万。やっぱり鉄道は売らなくていいんだ。あらまあ、借金1300万。鉄道買っててよかったね。あ、犬山も借金生活。あらまあ、サルカーのダントツになっちゃったなこれ。あ、秋田まで近いんじゃない。買わないんだ。秋田目指すんだ、あくまで。さあ決算です。鉄道250万、犬山終わってます。サルカーはすげえ。1860万入ってきたのか。で持ち金が6000万。もうスリの銀次出てしまえばいいのに。さあ2年目、残り3年かやっていこう。とにかくゴールしないとね、いけないと思うんで。福島まで遠いな。1年以上かかるだろうね。オレンジカードの売れ行きがグッド。100万。オレンジカードってあったんだね。もう何だったっけ、オレンジカードって。今のイコカとかスイカのあれかな、元のやつかな。すれ違い、長崎到着。
350万鉄道買っときます。これ駅ごとにあるんだね。長崎と大分の鳥栖を両方買ったよね。さあどうだ、いいの来い。遊園地で花火大会がファンスタスティックプラス500万、イエーイ。かわいそうに犬山かわいそうにな。猿川秋田に向かってる。あ、盛岡に入った。なんか買う気か。ワンコそば買うか。あ、鉄道買うか。お、スーパー買う。ワンコそば。やっぱりない。盛岡といえばワンコそば。この辺りがね、名産っていうのがね。さあ、フェリーに乗りましょう。釧路と千葉。千葉から行くか。ね。千葉。来たり来たり。フェリーのラウンジで豪遊大出費。何してんのそういうのは1位になってから豪遊しようよ。あ、犬山到着。プラス6000万。あ、京都。まあまあ近くはないか、京都ね。あ、5000万のデパート買って勝負に出たな犬山。これ借金するんじゃない？業績が悪くて。ラーメン屋は春にお金が入らなくなった。あらまあ。ちょっと、緑茶飲んで落ち着こう。あ、猿川もう今年、あ、特急出たの？もうゴールだね。あらまあ。猿川だけ2つ目のゴール。プラス2000万。安いね。そうか、距離が短いと、目的地のお金も、収益も減るのかな。2000万ってね、少ないね。あらまあ、車両塗り替え。後のシリーズ作品はね、だんだんと年数が経つにつれて、目的地ゴールした。あらまあ、犬山デパート売らないといけない。ああ、デパートは大丈夫。だんだんね、目的地の収益金が増えていく仕様ですけど、初代は違うんだね。距離によって収益が。合計300万か。鉄道のみ。ああ、犬山デパートで大出世。そして猿川は順調に収益を増やしていっている。さあ、ベベタコになってしまいました。3頭。さあ、残り2年、福島にたどり着けるか。乗客増えて500万プラス。彼は京都だったよね、犬山はね。さあ、5年目までに犬山ゴールできるんでしょうか。アップ50万円。安いもんだよね。ミステリートレインがゴージャス。お、プラス1000万。やった。生き死もゲットしたと思うんだけど、ミステリートレイン西村京太郎サスペンスやっててよかったな関係ないかな。さあ、猿山、猿川どこが目的地だったっけ。見逃したわ。ちょっと確認しよう。あ、東京の本社ピンチだって。あ、戻った。あー、この下り、初代からあるんだね。東京の本社がピンチ。ね、伝統の東京の本社ピンチ。個人データか。あ、違うな。B ボタンで、地域データ、これか。タブヤン、福島、犬山、京都、猿川は、あ、高松なんだ、四国の。へー。さあ行こうか。いいか。東京とか入ってもね、物価が高いからね。行楽の秋なのに雨の日が続いて客足はいまいち。最悪だ。
中国地方まで入ってきました。犬山ゾロ目なんか吹き図じゃない。あ、住民が熱望だって。ゾロ目1はすごいね。住民大歓迎。犬山やるな。京都の鉄道高いね。あ、上の5000万の鉄道ある。絶対買った方がいいと思うんだけど。一番貧乏な電鉄会社私でしょ。岐阜の温泉手に入れた。やったー。あー、でもサイコロが進まないね。ゾロ目出るよ。ゾロ目屋根を増築、最悪だあー、手に入れた温泉手放す。借金生活。ただしあれか、借金っていう概念がないのか。このゲームね、ゼロが最低なんだ。マイナスっていうのはないんだ。それはありがたいね。もう借金地獄から抜け出せないとかあるからね後の桃鉄シリーズね。マイナス5000万だってでかっ。鉄道のみ地味に稼いでおります。犬山社長、棚ぼたの、棚ぼたではないけどデパートをね持ってるからすごいよね。そして5000万失った猿川社長、最後まで何があるか分かりませんよ。さあラスト1年、インフレ、目的地のもらえるお金も2倍。おお、これゴールしたいな。問題はスゴロクだよね。いけ、スゴロク、サイコロだよね。上野で買うものっていうか300万しか持ってないし、もうああ、どうだ、インフレ、オレンジカード好評。インフレしても元が100万だったら200万少ない。あ、犬山も全部買い占めてるじゃん。あ、すごいすごい。犬山逆転の可能性あるんじゃない？私と違って売上倍増。さあ猿川はね、四国までたどり着けるかが問題だけど、お願いします。福島、おー、来た、6来た。これ右から行った方が近いかな。あー、惜しい。あー、と一つだった、惜しい。地元の商店が夏祭り寄付金、地味。くそ、あと1出しときたかったな。もう夏でね、入っておきたかったね。でも下関から来たからね、結構収益高いんじゃないのかな。最後追いつきたいな。せめて2着になりたいね。あ、こんなところで買い物なしないんだ。隠し物件あるんだね、初代から。さあ何出してもゴール。いくら、1億3000万きた。声が大きくなったぞ。新潟、あ、まあ新潟無理だね多分。鉄道、猿川勝手に上がる物件。さあこの1億3000万の、あ、ホテル1億買っちゃうホテルで勝負に出ようか。うーん、迷うとこ。でも行こう、勝負に出る。でスーパー温泉買わないでおくかね。買わない、これマイナスだったら嫌だもんね。頼む、一回休み。さあこれ吉と出るか京都出るか。ホテル1億買ったけどどうなる。新潟、東京の本社ピンチ、戻らない。熊本のデパート潰れた。おっと、これでもう犬山は抜いたんじゃないか。え、デパートを寄贈したい、なんてラッキーな。猿川落ちるとこまで、落ちろ。あ、
取らないといけない？東京の本社に。え？あー、開門、あ、開門しない。一回振ることができない。終わる。地味な終わり方。一回休みで終わりか。さあ、決算どうなるこれ。猿川にマイナスになってほしいな。あ、マイナス4000万。うわ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 、猿川落ちるとこまで落ちろ。どうだ、3の銀次出ないのか。あー、マイナス600万、少ないな。ゲーム終了。ホテル王タブヤン。1億のホテル持ってます。いやー、ホテル王なんかね、夢のまた夢だけど、賃貸1個1部屋借りたいぐらいだな。現実に戻ると寂しくなるからやめとこう。鉄道王猿川なの？外食王も猿川。さあどうなった？おめでとう！日本一の高さの猿川か。がっくし。届かなかったか、ホテル1億では。持ち金が減らなかったのがあれなのかな。悔しいな。お、目標日本一タブヤンビル。あー、2着目か。小さい方のビルでした。最後までご視聴ありがとうございました。めでたしめでたし。3000、あ、収益で決まるのか、知らなかった。持ち金は関係ないんだ。じゃあ、あ、惜しかったね。3030万。最後のあのね、福島ゴールした時にあの温泉となんか物件をね、3000万円分買っておけば逆転だったんじゃない。でもね、リスクが高いからね、あれ。うん、一回休みになったからいいけど、マイナスとかになって、ね、ホテル売却しないといけなくなると、目も当てられないからね。うん。経営者としては正解だったんじゃない？2着で。順当なね、経営しましたよ。うん。めでたし、めでたし。最後までご視聴ありがとうございました。まあ、毎年1回、うん、1年に1回ね、桃鉄シリーズ、じっくり単発実況じゃなくてね、プレイしたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それでは2018年にまたお会いしましょう。さよなら。